ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日はティファニーで朝食を の最後の部分を少し朗読してみたいと思います。トルーマン・カポーティの、小説ですね。翻訳は村上春樹、新潮社から出た本です。最後の部分です。トマトの愛人行方不明、それから麻薬事件に絡んだ女優、ギャングに消された。しかし、ほどなくこのような報道があった。逃亡中のプレイガール、行き先はリオ。彼女をアメリカに連れ戻そうとする当局の動きはどうやらなかったかのようだった。そして事件は時々新聞のゴシップ欄に取り上げられる程度のものにしぼんでいった。クリスマスの日にサリー・トマトが新進刑務所内で心臓麻痺のために死んだ時に、ホリーの件はもう一度ニュースとして取り上げられたが、それだけだった。何ヶ月が過ぎ去り、冬が終わり、それでもホリーからの連絡はなかった。ブラウンストーンの建物のオーナーは、ホリーが残していった、家財道具を売り払った。ホワイトサテンのベッド、タペストリー、大事にしていたゴシック風の椅子、部屋には新しいテナントが入った。ケイン・タンス・スミスという人物だった。彼の部屋にも、ホリーの時と同じくらいたくさんの男性客がやってきたし、みんなホリーの訪問客に負けず劣らず、騒がしかったが、今回はマダム・スネラックは苦情を申し立てなかった。それどころか、この青年を猫かわいがりし、彼が目の前にあざをこしらえるたびに、わざわざフィレミニオンを買いに走ったほどだった。でも、春になってはがきが届いた。鉛筆の走り書きでサインの代わりに、口紅のキスがあった。ブラジルはゾッとするようなところだったけど、ブエノスアイレスは最高。ティファニーほどじゃないけれど、それに近いかもね。私はすっごく素敵なセニョールと仲良くなったの。愛？おそらくは。とにかく住まいを探しているところ。セニョールには奥さんと7人の子供たちがいるので。住所が決まったらまた知らせます。心身感謝。しかし住所は、もしそんなものがあったとしてもだが、とうとう、届かなかった。そのことで僕はがっかりした。彼女に知らせたいことが山ほどあったのだ。僕の短編小説が2つ売れた。トローラー夫人が、離婚絡みでお互いを相処し合っているという記事を読んだ。ブラウンストーンの建物を僕は出ていくつもりだった。そこにはあまりにも多くの思い出が染み込んでいたから。でも何より伝えたかったのは猫の消息だった。僕は約束を守った。そう、とうとう猫を見つけ出したのだ。何週間もかけて仕事が終わった後、スパニッシュハーレムの通りから通りへと歩き回った。何度も似たような猫を見かけた。島柄の猫が前をよぎるたびにハッとするのだが、よく見るといつもと違う猫だった。でもある日曜日、明るい日の差す冬の午後、ようやく僕はその猫に巡り合った。鉢植えの植物に両脇を挟まれ、清潔なレースのカーテンに体の周りを縁取られ、
いかにも暖かそうな部屋の窓辺に猫は鎮座していた。猫はどんな名前で呼ばれているのだろうと僕は思った。今ではきっと彼にも名前が与えられているはずだ。そしてきっと猫は落ち着き場所を見つけることができたのだ。ホリーの身の上にも同じようなことが起こっていればいいのだがと僕は思う。そこがアフリカの掘ったて小屋であれ何であれ。というところでこのティファニーで朝食は終わっています。オードリー・ヘップバーンのね、映画とはラストが違うんですけれども、やっぱりこのね小説のラストというのは実にね、深いものがねありますね。ホリーは居場所を見つけることができたのかどうか、この猫のように、まあそんな、ラストですね。今日はティファニーで朝食をのラストの部分を村上春樹の役で、読んでみました。それではまた。